さあ今週も始めていきましょう。せーの、エクセルレディオ。はい、今回はなんとブルダックポック病リモート対決したいと思います。パパパパ、リモート対決って言ってもリモート早食い対決していきたいと思います。はい、それがまあなんとね、私たちのスタッフが意地悪なんでしょうか、何なんでしょうか、よくわかんないですけど、一番辛いやつをこれ食べて。悪魔なんで彼は笑顔でこれ食べて。でも早食いには正直めっちゃ自信あって。あ、本当？私普段から あんま噛まなくて食べ物、あ、だからめっちゃ自信はある。私は自信はないよ、早食いじゃないから。全然遅いしね、私ご飯食べるの。いい、むっちゃ弱いやん。そう、いい弱い。自分のお家で食べる動画を撮っていきたいと思います。それでは行ってみよう。ブルダックポックミョン早食い対決していきたいと思います。辛いのはめちゃめちゃ得意ってわけではないんですけど、早食いには自信があるので勝てると思います。今から食べていきたいと思います。あのね、ルールはシンプルに早く食う、早く食べてさくらに勝つんで、負けた人にはどうやら罰ゲームがあるらしいので絶対勝つ。目標は3分ぐらいかな。早食いなんでね、これも。ってことで、ちなみに私ここにねチーズをのせた激辛ラーメンがありまして、これは決して逃げではない、逃げではなくて、なんていうんですかね、美味しく食べようということです。よーい、スタート。よし、いただきます。いただきます。マジで辛いんだろうな。めっちゃ熱い、めっちゃ熱い。早く、いただきます。待って、辛っ辛っ。美味しい美味しい美味しいけど痛い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 。ちょっと待って待って、辛い待って待って辛いよこれ。違うこと考えよう。辛くない。おいしい、おいしい。待って、3分無理だ。3分は無理だ。チーズ。チーズ持ってきました。チーズとネギと寒天ゼリー。ちょっととりあえずこれで辛さをごまかしながら。痛い。あと少し、あと少し、あと 2,3 口。私の大好きな東京グール金木健くんのメッシーンを見て、
表現されたいと思います。痛い痛い痛い、ま、水足りない。あと一口で食べます。そうですね。かっこいいな。ごちそうさまでした。なんとしてでも勝ちたい。私の予想は、かなこは多分30分くらいかかってると思うんですよね。ラスト一口でいけるかな。しました。ストップ。地獄だった。はい。いや、地獄、地獄でしたね。ただただ地獄、ただただ地獄だったね。私が食べたタイムは4分22秒です。4分って何って4分って何早くない？普通の食事だって早食いだもん。うんうんとか言って、私のタイムが46分14秒でございました。意味がわからんよね。なんで2決、だってさ、早食い対決ですとか言ってんのにさ、負けた方にはなんと罰ゲームがありまして、私があの罰ゲームを考えさせていただきまして、発表させていただきたいと思います。はい、ドラムロールかも。この動画が公開された1週間1日10ツイートで語尾にキャピってつけてもらいます。しかもあのこの何キャピって、この絵文字付きで。だからみんなおはようキャピみたいな。最悪やった。ちゃんと10ツイートしてね。その全部10に全部キャピつけるの。そうだよ、私1日1ツイートがギリギリ限界なのに。これだけつけるってさ、相当よ。でちゃんとこの絵文字もね、エクセルの中でのキャラクターさ、クールでさ、しっかりしててるわけよ。確かに。ということで、あの私が勝ちました。で負けました。あ、地獄だ。頑張ったのに。でも美味しかった、普通に。最初の一口目は、最初の一口目はね。もっとバンバンバンと来てほしい。